やん俺。もしかしたら今日一アテミの半外や。おはようございます。さいちばいさいきち山ざぷです。ということでね、今日は、南伊勢内瀬釣りセンターさんへお邪魔しています。今日内瀬の大将に話聞いたところ、状況まあ、チヌももちろん釣れてますし、で水温がねやっぱ20度ぐらいになって、餌取りヒイラギないでヘダイでボラもだんだん元気になってきたということでね、今日はちょっとね、まあいろんな餌持ってきたんで、ちょっと餌のね刺し方とかローテーションしながら、ちょっとこの辺を詳しくね、説明していけたらなと思っております。団子はね、まあ、いつも通りの使いやすい自分がいいかなと思う団子っていうか、まあ前回ね年なし釣った時と一緒の団子まあそういうのにあやかってしまうんでね、じゃあ一日よろしくお願いします。山田はい、それでは今から団子を練っていきたいと思います。もうね朝ちょっと落とし込みで探ってみたんですけど、まあなんかちょろちょろと餌取りがおる感じで、まあ、早めにちょっと団子を打って、で大将言うとったようにボラないしヘダイ、ね、いろいろ餌取り集めたいと思いますんでね。まずベース、ブルーステージ、これを、まあ、いつもの最近のヤマザップのいつもの配合ですね。レッドステージプレミアムは3分の1ぐらい、前回もね入れたんですけど、アミエビの粉末とりあえず半分で、押し麦、まあね水深浅いんであんまり追っていく間にパラパラと追っていく運が浅い分ね、見せる時間が少ないと思うん で1回分1つ全部入れちゃいます。まああんまりね全部入れるとバサバサになっていく時もあるんで、ちょっと水を多めに入れてね、しっとりさせるように調整してください。オキアミミックスと粗大酵母のミンチサナギ糖蜜入り、これはいきなり全部混ぜてしまうと抜くことできないんでね、ちょっとずつ状況見ながら混ぜたりあんこにしたりっていう使い方をしていこうかなと思います。でこれにね水、水深が浅いんでいつも 1.1 リッターから 1.5 リッターの間なんですけど、今日はちょっと少なめ800ぐらいかな、1リッターまだ入れてないです。水深浅いとこやったらね、水は少なめからいってもうた方が後々調整しやすいですね。こんな感じ、ちょっとまあ水分があるかなって、でもこうちょっと一回握るとねしっかり団子になるんで、まあ、こういう団子ねしっかり団子を打って、まず魚を寄せる。今日一日これで頑張っていきます。山田オキアミね、尾羽取ってくるっと、まずオキアミコーンをやってみたいと思うんで、こう、まあ、針先隠すような感じですね。こんな感じ、一頭目いきます。よいしょ、ちょっとね潮が左から右へ動いとるんで、まあ重りなしでやっていきます。まあオキアミとかねボケとか柔らかい餌っていうのがスタート時はどんな魚がおるんかなとかね、これがねボラとか入ってくるともう団子あたりがどん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 出てくるんで、これね何もいない状態、あんまり餌取りボラとかこうなってきたら、この時点でラインをもう1メートル2メートル1広2広先出して、もうなじまして待つ、ほんで団子割れて自然とそこだけそこに餌をはわしていくような感じっていう釣り方とかね、いろいろ状況に応じて、今ふっと抜けましたけどね、ちょっと今日ねこう今盛り付けてないん で風と潮の流れでいっぺんにバーッとラインが出てくるような感じになると思うんですけど、イメージとしてはやっぱりねこれもうちょっと今餌浮いてっとるんですね、多分これアジです多分ね団子からやっぱ餌抜けて浮いていくと、あ違ったな、クロサギ麦飯やね、必ず団子から刺しが抜けると餌取りが当たっていく、ちょっとちっちゃいかな魚が。さあ次はガシです。めっちゃ可愛いや、手のひらぐらいサイズやもんね。
なんか違う。3目目アジ。うわ、外れた。なに、あ、切れとるわ。あ、多分これで下のカキ殻ひっついとったやろな。ほんでなんか今ガリガリって、あ、ほんでガリガリになっとるわ。でカキ殻に当たってこう餌があって、それをガーッと食ってって合わしたもんでここで切れたみたいな。ヤマザップ、うん、はい、で今ね、先導あの大将来てくれてお弁当来たんで、ちょっとで、まあ、休憩前にちゃんとねポイントだけもう一回作り直して、ご飯後のね一発にかけたいなと思います。もうバラしたやんか。山田、はい、お昼ね、あ、ご飯食べる前団子を5つぐらい入れてポイント作ったんでね、でそこへ白菜エビ、これでね 5B の盛り。足元、まあ団子のポイントがね足元なんで、ちゃんとそこへね落とすような感じで、でこれでトンとそこへついた状態。お、もう当たっていきましょう。まあ餌取りも混在しとるような感じですんで、これな、今のカツンという当たりな、かかった、やっとやん。はい、山ザップドレス、よし釣れたぞ。ちょっとちっちゃいけど死ぬ。山ザップ餌は白菜ビですね。白菜ビの落とし込みで来ました。よし、今のカツンカツンっていうのはそれっぽいあたりですよね。ほら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 、ほらほらほらな。2枚目ね、釣れるっしょ。山ザップそんなに大きくない、多分これが群れでおるんでしょうね、このサイズがね。これも白さの落とし込みです。同じ釣り方やったですね。ちょっと昼からこのね潮上がってきてから状況変わってきました。やっ、はい、はい、今ね白さでパパンと2連発来ました。次ちょっとね目先変えてボケ、まあ、ただサイズが違うんで、サイズ感がもしかしたらちょっと食いそびれる可能性もありますし、動きも違うんでどういう当たりの出方するかまたわからないんでね、ちょっとこれ一回試しでね、白さで釣れとるんだったら白さで続けてもいいんですけど、ちょっとね目先変えた方がさっきの大きさのチヌね、あん中にもし大きいのがおったりしたらこんなんでも食うんじゃなかろうかと。であんまり遠くに掘る必要ないですね、近いとこで十分ですね。これで基本釣れとんのは団子売っとる足元なんで、立っとるな。よいしょ、これはでも出た、もうつきもんやな。大きいチヌと変わらんやんみたいな、ヒガンフグ。これちょっとサイズいいかもしれん、あんま変わらんか、違う、ボラや。ボラも口でかける山ザップです。あー、やっぱボラのせいやな、俺がかけたったもんだよな、魚おらんなんてたよ。チャンスをピンチに変える男やな、ほんまに。何をしとんねやって話やな。いや
それでは餌の紹介。アケビ貝、大体こう3種類ぐらい。水管っていうね、あのね、これ2本あります。で、ここベロ、もう僕らベロって言いますけど、こうビョーンとこう足出してこう動いていくとこね、ここが一番身としては硬いです。ここね、で半貝、これは両貝っていう形ですね。これ1個取ったると半貝で、貝だけにしたらむき身で、これ丸貝。4種類のアケミ貝使い方できるんで、これまあちょっと血の張りちっちゃいんであれですけど、この硬いとこ、ここへ1回刺してもらうと、ですぐ下からね、くるっと、まあ、針の血元がここにねあるってことは、針先がここにおるんですよね。こういう形で入ってます。わかりますかね、こう、まあ、魚ってここからね、見えとるとここの柔らかいとこから食べていくんでね、針先をここへ持っていく方が針がかりしやすい。これぐらいの浅い水深の時、重り外してもらってね、で貝の重みだけだってひらひらと水深分こうずっと、まあ、アケミ貝のね釣りってこういう餌取りが多すぎて困るっていう時は丸貝で、餌取りちょっと少ないな、でも魚血の気はあるなっていう時はこう半貝とか両貝でこうアピールさせながらね、ひら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 と、で、まあ、見つけやすいですからね、このコーンが一つ落ちてくるよりも貝が落ちてくる方が見やすい。で、活性が低い時ね、餌取りでも何でもとりあえず魚につつかせたいっていう時はむき身にすると、むき身を2つ3つつけるとそこそこ大きくなるんでね、まあ、持ってる方は持ってると思いますけど、この貝割り器、これでこう大きいのからね、こんなんまで入れて、こうこの音がいいやな、ゴリ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 って、こういう今日みたいにね、こう5メーター6メーター、ほんで今ね干潮からの込み潮でまだ満潮になってない時は、潮が動いてなければ潰した貝こうやって上巻きするだけで収魚効果上がります。このね、今こう貝割り器で割った貝、今度これを団子にね、あんこにして、でそこにアケミ貝のポイント、これで団子が割れていくと、さっきのこの潰したアケミ貝ね、これがそこに残る、でそれをチヌが食べに来る。あとこの丸貝の刺し方、針先ここへ間入れたらとこう軽くスポッとはまります。こっからキュッと押し込んでもらって、ぐるっとあの中の内臓をね、こうえぐる、えぐるって言うて言い方おかしいけど、そういう感じで、こう針先をキュッとこう蝶つがい側へちょっと上げたるとしっかり止まります。こうってそうそう振ってもね、追ってこないです。これ丸貝の刺し方、特にこの今から夏場、餌取りがねどんどん増えてくると、こういうのあった方が、いざね夕方いい時代が来たなっていう時にね、丸貝つけてポンと掘ったら餌取りに取られず死ぬまで届けれるっていうのがね、まあ僕も経験上ね何回もあるんで、アケミ貝はもう餌生地全店ね常備してますんで、どこの釣り場行くんでもね、やっぱり1袋ないし2袋まず持ってって、こう潰してあんこにして混ぜてポイント効かして、で半貝で釣るとか、さっきまたねパラパラっと貝巻いてあれしたんでね、ちょっと時間置いてから半貝とかね両貝とかむき身とかいろんな使い方でやっていきたいと思いますんでね、またその時に追って説明したいと思います。いや、それではね、ちょっと団子もパッと売ったんで、白鯖エビの団子釣り、ちょっともう白鯖弱っちゃってますけど、これ魚やな、これええ方やな、よーし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 、じゃん、チヌチヌ、
動かすところで触ってくる。これ大きいぞ。大きくはないか、きびれやん。ちょっとサイズ、じゃあええサイズやん。ちょっとサイズアップ、きびれですけど、やりました。エビの、シラサエビのゼロ、重りゼロの団子釣りで、やっぱりもうきびれ独特のもうひったくっていくようなあたりですね。やりました。順調に数が増えてきています。あともう少しなんでね、頑張っていきたいと思います。山さん、はい、それではね、はい、説明した半貝のこれの重りなしの団子釣り、軽く今5回握りました。途中で割れても貝の重みでね、さーっと折っていくんで、まあ濁りに同調させるような感じでと思っとるんですけど、まあそこについたらついたんで、このままこうちょっと貝出とる感じですね、これね。これでよいしょ、これで釣れてくれるとな、もうすぐ夏よみたいな感じやけどね。自然とカキ殻のこの間へ入っていかんようにだけ気ぃつけやんとあかんので、ちょっとこれで様子見ますね。今貝抜けて、まあふわっと持ち上げて落としていくと、当然身が上の方になるんでね。おお、もう当たっとるですね。もう、ほらほらほら、当たってきてますよ。こうちょっとずつこう加えてね、貝身だけを剥がしていくような食い方ですね。血塗ってこうもじ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 した、もぞもぞした当たりが続いてますね。これよいしょ、かかりましたよ。いや、明け見貝の効果が出たか。やりました。やるやん俺ね、っ小さい割にはよう超えとるね。ブインと、ええ顔しょるせやん。まあ山ザップと一緒ぐらいおっとこまえ。そんなこと言うたらまた怒られるでね。はい、これ餌はね、先ほどからちょっと上ね、つぶしたやつパラパラ巻きながらしとった、あのアケミガイの半貝の団子釣りいいと思いますよ。これから夏の時期はね、アケミガイ特効餌になるんでね、ぜひぜひ皆さんも試して貝の楽しいあたり取ってください。まだまだ頑張ります山さん。はい、それではね皆さん、まだ釣り、まあ途中なんですけど、ちょっとまた再告知ということでね、メジャーリンピックチヌ、もうまたねすでにポツポツと大きいの55超えてくるようなチヌが釣れてきてます。この5月もね、まあ12月末今年いっぱい開催してますんで、ね、毎月のね、景品ナンバーワン、あビッグワンナンバーワンと、あとは映え賞みたいなのもねあるんで、ぜひぜひ渡船屋さんの方、ね、三重県の渡船屋さん加瀬いかだ釣りのチヌ釣りですね、堤防の深瀬とかあれはまた別になるんで、で渡船屋さん協力のもとをさせていただいてるやつなんで、当然ここのね内瀬釣りセンターさんも毎日ね、超過、Facebook とかね上げてくれてあるんで、6月7月とどん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 ね、また時期も良くなってくるんで、皆さんねふるってご参加いただきたいなと思います。よろしくお願いします。もうこんなん当たりですやん。でこのガツンガツンっていうのも絶対これ血ぬ、もう向こうがこれは自分で合わせたんじゃない、勝手に向こうが持ってきましたみたいな。ちょっと何これ、もしかしたら今日一釣ったんじゃない、釣れてしまったんやみたいな。うわ、おきょ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 、よし、またやったぞ、またやったぞ、な、いやほらー、てっ
テレーンと来ましたよ。はい、ちょっとね、今日僕メジャー忘れたんで、即席でちょっと違うメジャーで撮ったんですけど、実寸で今46。明美の半貝やってね釣れましたよ。山ザップ今日もやりましたよ。今年は違うな。山ザップ来ました、来ました。めちゃめちゃ綺麗な、まあちょっとね黒っぽいんでいつきかなみたいな感じですけど、ひったくってきましたね。やりました、来たよ山ザップ、お疲れ様でした。今日はね、なんとか天気もね、一日このどんよりさね、曇り予報で暑くもなく寒くもなく、ちょっと寒かったかな、風が吹いてる時は。で、やりました山ザップ今日も46、頭にキビレも入れたら6枚かな。で、ナイゼさん、今からね、本当に今日もね、僕はアケミ貝使って釣りましたけど、大きいのも最後にアケミの半貝やったんで、アケミ貝で釣れてきます。で、数もね、まあ、今日は大きいの出ましたけど、アベレージはね、最初に釣っとったぐらいの25から30ぐらいの、数で、ね、夏になってくると、もしかしたらまたちっちゃい海図みたいなね、ちっちゃいのが入ってくる、そうなってくるともっと数釣りもできますんで、楽しめる釣り場やと思います。今日乗ったね、この連結のイカダ、これが2機と、あとこう前にあるようなね、単独のイカダ、これが1、2と、あと沖側に4つで、まあ、後ろにも1つ、ちょっと大型のね、イカダもあるんで、まあ、皆さんね、大人数で来られても楽しくできると思いますんで、ね、皆さんぜひ、ナイゼ釣りセンターさんで、ナイゼ釣りセンターさんの、Facebook、SNS でね、今年が25周年のなんか、で、なんかイベントも、ね、6月と何月だったかな、行うように SNS、ね、ナイズさんのフォローしていただいてね、見ていただければ、なんか粗品プレゼントって書いてあって来月やったかな。で、最後になりましたけどね、今日大将も言うとったんですけど、ここのナイゼ、この川筋のこんなとこですけど、アオリイカ、これが入ってきとるんです。まあこんだけね、アジとかいっぱいおったんで、まあ、捕食するに入ってくるんでしょうね。で、江崎地のアオリフォトフェス、6月いっぱいまでの、大会になってますんでね、まだまだちょっとね、大きいの狙えると思いますんで、ぜひぜひ皆さんね、そちらもエントリーいただければなと思います。はい、今日は一日ね、山ザップのね、脳書きと、あとまあ実調、まあ餌のね、付け方とかいろいろ説明させていただきました。また次回ね、死ぬ釣りになるか、海上釣り堀になるか、はたまたこうね、サーフからのこうキス釣りみたいなね、ファミリーフィッシングみたいな、そんなのもやってみたいなと思うんでね、これからもね、よろしくお願いします。今日は一日ありがとうございました。